こんばんは事業投資家の水戸正和ですスマレジ代表の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していますさて本日のゲストどんな方でしょうかはい、えー、小麦の奴隷っていう、うん、話題のパン屋さんがあると もうこれ SNS 上じゃかななり有名になってますよ、ねはいね、でそのお店で地域を活性化させようとしている橋本元気さんになります。うん これ水戸さんん詳しいいじゃないですか、うん、私の方がもう半分見失って立ち上げのところから知ってるんですけど、まあ、北海道の大樹町っていう、はい、え帯広から南へ数十キロみたいなところの海沿いなんですけどその町で人口で5,000人ぐらいしかいないちっちゃい町っていうかもうちょうど田舎なんですけど、はい、まあそこで堀江さん堀江門の堀江さんが、まあ、その人口5,000人ぐらいで成立するビジネスを何かやろうとかっていうので、はい、まあ いくつかやってんですけど、うん、その中の中つがパン屋だまあ後で聞いていただくことありますけどパンでいろいろ工夫をして、はい、そういう人口の少ないところでもどうやってこう、はい、永続的にビジネスができるかっていう工夫をいろんな形でやっているパン屋さんなんで。 まあこれからほら地域見ていくと人口減少していくんで,でその中でお店ラジオ聞いてる方も店舗経営していこうとかしていきたいなっていう時にまあそんなに大きな街じゃなくてもできるんだよっていうところを学べたらすごい価値があるんじゃないかなって思うんですよね大都市圏以外はもうほとんどこういう田舎ですもんね。そ,うそ,うそ,うでそこでうまくいったら あの他の地域でも横展開できるんじゃないかみたいなそうそう日本各地どこでも行けますみたいなうんすごいまあ実際にも今契約ベースでいうと100店舗超えてるぐらいになって,きてるんでマジでめちゃくちゃすごいですねそうそう結構え何年で23年ですよねすごいですねうんだからその辺の原動力をちょっとぜひ皆さんも勉強していただきたいなと思います、はい、ではこの後株式会社小麦の代表取締役社長の橋本元,元気さん登場です さあお店ラジオオープンですゲストは株式会社小麦の代表取締役社長橋本元気さんですよろしくお願いしますお願いします橋本元気ですはい、えー、株式会社小麦のなんですよねそうなんです名前がはいでえっ、ー、と FC をされて展開されているパン屋さんの店舗名は小麦の奴隷とそうですね。 で実は私も,も半分身内みたいなもんで、うん、実は1店舗目からあのお邪魔してますんでなんとなくは理解してるんですけど今日はちょっといろいろとお話をお伺いしたいなと思ってますが、まあ、まずそもそもそのパン屋の屋号の小麦の奴隷の由来っていうかね、うん、ちょっと教えていただけますでしょうか、はい、サピエンス全史っていう、うん、まあ世界的に売れた本がありまして、うん、難しい分厚い本ですね分厚いもうちっちゃいちっちゃい本ですね文字が。 うん、まあそれをまあ当時呼んでてまあ人間はまあ狩猟採集民族でまあ狩りをしてたり木の実を取ってたりこうして暮らしたんですけどある日こう小麦とかまあ穀物が現れてまあそれを栽培するようになったと定住してでそれが結局まあそのコミュニティが増えてあの食料足りない栽培するっていうのであの大変なその穀物の栽培にとらわれていったっていうふうに書いてあるんですね。それが結局その小麦の戦略だったったてて書いてるんですよ 小麦側側が <人間 S 1> <laughs> そう小麦側の戦略の、ね、<laughs> なので実質的にこう小麦のどれに人間がなったとでそういうまあ歴史的な背景もありつつ、まあ、もっとライトになんかパンとかうどんピザパスタって美味しいじゃないですか。うん まあ食っちゃいますよねっていう、<laughs> うん、うん、ああも奴隷という今の現状をみんな認識してねっていうメッセージってことですね。<laughs> そうです。はい。でこの小麦の奴隷をオープンしていったきっかけが、あの堀江貴文さん、はい、堀江,門の堀江貴文さんのオンラインサロンから始まっていってるんですよね。その辺はどういう感じでスタートしていったんですか。うんはい、まあ僕そのパン屋をのプロジェクトをやる前から。 オンンンラインサロンに入っててましていろいろまあ舞台やったりいろいろやってたんですけど、まあ、当時そのやった舞台の,、まああの演劇のプロジェクトから派生して、まあ、演劇2.0っていう会社を作ったんですけどカラオケのように演じることを楽しむ文化を作ろうみたいなのやってたんですけどまあちょっといろいろあって気持ちが燃え尽きしみたいになりましてそのタイミングであの、まあ、堀江さんが五島列島の福江島に行って、うんうん、おしゃれなパン屋さんの。 地方バージョンでしかもそれを FC 展開していくっていうのは面白いんじゃないかとうんそういうまあ投稿があってそのオンラインサロンの中にフェイスブックグループみたいなのがあるんですよねそこにいろいろと堀江さんが「あんなことやろうこんなことやろう」みたいなのを書き込んでいっててで、はい、その中の一つに五島列島のパン屋さん、はい、離島におしゃれなパン屋があるんですよね。うそううですね毎日完売しててるんだっていうことを 聞いたという部分で、うん、まあそこが一番まあすごいっていうのと地方に行けば行くほどパン屋さんっていうのがあの、まあ、少なくなっていって段階の世代の人がやめていっていてアップデートされてないという中でその東京レベルでパン屋をやれば、まあ、うまくいくんじゃないかっていうまあ仮説が出たっていう感じですね。うんうん、で最初は一番最初が北海道で作ったんででですすよねそうです北海道大気町にうーんでも大気町って今は人人口5000人ぐらいですよね。 そうですね5,500人からこの前60年ぶりにこう下げ止まりまして、はい、人口もでそんな小さいところでパン屋さんできんのかなっていう不安とかはなかったんですか不安はなかったですね全くいけるやろっていうはいで移住までされたというそうですね <laughs> その前までは、まあ、青山で生態を一人でやってたんですよね個人で生態、はいえ<ー> まあそこもまあ当てが当てないようなもんやったんで、まあんま変わらへんやろって最初の大気町のお店ってまあ私もまあ知ってるんですけど、はい、あのどういう立地でどんなビジネスを作っていこうみたいな感じでスタートしていったんですか、はいまあ、やっぱり一番は物件を確保するのが一番難しかったんですけども、うん、まあその物件はまあ運よくあの国道のまあロードサイドで、うん、駐車場はないんですけど。 近くに道の駅があるっていうまあ市民性の居場所ですねそこまで考えてないです当時はのりでのりでここしかないっていう会議中ちょっと分かんない人に説明しておくと大体町中華みたいなのが1軒か2軒ぐらいしかなくってでパン屋が小麦の奴隷の問い目にあるんですよねありますねあるんですあるんですよあってもう何十年も続くパン屋みたいなのがあってそこの目の前に着くかつ真横はセブンイレブン1個だけあるんですよ そうですだから、うん、パン屋すでにあるところにもう一個作るってなかなかほんまにうまいこといけんのっていう感じは多少あったんですよしかも横にセブンイレブンあるしみたいな。っていうところからスタートしたんですけど、はい、家賃はそんな高くないですよねだってね。えっとまあ5万って言われたんですねそっから値下げして4万5,000 <laughs> <laughs> そんな変わらへんかっていう感じだと思う、ね、んでしたっけえと15す。ね のところからスタートしたんですよね。そうです。で最初はもういきなりお客さんって来たんですか。来ましたね。三十人ぐらいオープンの日には並われてましたね。うん。まあ当時そこから考えたのは、まあ広告にかけるお金はまあ絶対使わないということを決めてたので、うん、SNS マーケティングで。大体調で SNS やってる人ってどのぐらい <laughs> いるんですか。それがですね、はい、あのー、やっぱり移住してわかったことが、うん、フォローされる方の。 アクティブユーザーザ率が圧倒的に地方の方が高いんですよ<ー>なのでフォロワーイコールお客さんみたいな見込み客みたいな本当にそういう感じなんですよね。<ー>なるほどな。濃度が濃いんです、ね、濃いです。フォロワーのね。でその大義長は今どのくらいになってきてるんですか売上数値間とかでいうと。まあ,あの3000万後半から4000万ぐらいのまあ年商。まあ、月商で言えばまあ300万から350の あの売り上げですね、客単ってどのくらいですか、やっぱり田舎だったら、そんなにこう上がらないんですか。それもびっくりしたんですけど、やっぱお土産事業、授業があるんだなって言うので、まあ割となんか紙袋二個とか三個とか、こう。買って買える方がいるので。千二百円とか、も、ま、う、あ、多い時は千五百円とか。<ー>そうですねへ。あ、貝袋もなんかしっかりして。おしゃれに作ってますよね。あ、ありがとうございます。買った後に、S. N. S. 上げてほしいんで。 うん、まあ,あれ自体はしっかり作るっていうそこがまあ考え方でまあ広告費みたいなもんでどっちかというと削りがちなところにお金をかけたっていうなんか百貨店の,、うん、あの紙袋ぐらいしっかりしてる感じの、えーね、お高めのうんそれがなんかお土産需要とかもなんか呼び込んでるって感じはしますよねああそうですねうんで 大気町は普通に店舗運営してるだけじゃないんですよね売り方としてそうですねやっぱりあの冬になると雪が積もって、まあ、トカチだと積もるってよりも地面が凍っちゃうっていうのでまあ12月から2月後半ぐらいまでは客足が止まっちゃうっていうのは分かってたんですよね、うん、なのでまあ先手打って初めに訪問販売を始めました小宅には行かずに事業所さんですねあの人が 何人かいるところに行って、はいまあ、まとめてその一箇所で保育園なんかに行くんですけど主婦の方は朝ごはん作くのはやっぱりめんどくさいじゃないですか、うん、子供さんに、うん、っていうのでやっぱまとめて買ってくれたりとかっていうのはあります今店舗での販売と訪問販売って何対何歩とかぐらいなんですか、まあ、店が7あ、あのー、訪問販売が三割になってくるんですけども本当にもう真冬になると、まあまあ、それが逆転するような感じですね うーんあじゃあのやっていって分かったのがパンを買いにき行きたいっていうモチベーションの人よりもパンがあったら買うっていう人の方が圧倒的に分母が大きかったっていうお送りしてるのは橋本さんセレクトの1曲、えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうかま中学の時にバンド前にで生きていこうと思ったきっかけになる曲だったんですね。ええ 音楽やっってはったんですかそうですすかそう自分の人生を自分で決めたきっかけの曲でしたね一番初めになんかもう今今日ラジオですけど風貌がちょっとミュージシャンっぽい感じですけ、ね、<laughs> <す>まさにそんな感じで、えー、お送りしたのは「ライズ」「ホワイ・アイム・ミー・ザ・リーズン・ホワイ・アイム・ミー」でした小麦のトイレって今何店舗ぐらいやってるんですかえと出店ベース57店舗、はい になってます今57店舗でこの57店舗の店舗で、はい、えっとまあもちろん推奨なのでしてない店舗さんもいらっしゃるんですけど。うんっていうのは何でかっていうとなんかパン屋さんで働こうって思ってる人が訪問販売してるつってなんかめんどくさいなっていうか,か営業せなあかんのみたいな感じで嫌がるん違うかなと思ったんですけどどっちかっていうと訪問販売やりたいって言って加盟されてるそもそもの入り口でしたい 言ってる方が多いですね地域を盛り上げたいっていう気持ちの人がやっぱり多くて、まあ、地方創生型って言ってるのもありそこを前提でまずそのホームハムの大切さを感じて入られてる方が多いかなっていう印象ですななるほどな僕全然まあ話変わるんですけど昔リンゴの業種をやってたんですよ二十歳そこそこ <laughs> リンゴの業種はめっちゃしんどいんですよね重たいから、あのー、体力的なことよりもまあ買ってくれないですよねリンゴ。あ でもパン買ってくれるのはやっぱりその試食<へー> <laughs> 果物はサブだからあんま買ってくれないですかやっぱメインのパンだじゃあもしかしたらおにぎりもほんまほんばりでるかもしれないそうですねなるほどねでそれがえっと人口5,000人のところの小さな町でおしゃれな感じのパン屋さんにするとうまいこといったってことですよねでそこから怒涛の FC 展開っていうのが始まっていくんですよねそうですね でその次どういうふうにしてこの展開を進めていかれたんですか、はい、まずその FC 展開をしていくってなった時に、まあ、一番のきっかけになったのはテレビ番組の「ガイアの夜明け」ですね、うん、まあこれに取り上げられたことで、まあ、一番加速はするんですけども、うん、まあその前にあのオープンして一番バズった商品で、まあ、ザックザクカレーパンっていうそのカレーパンがやっぱり一番フックに。 一つにななっったののかなっていうのは、うん、クルトンを衣の代わりにつけてて、うん、なんかちょっとシ榴弾ダみたいな見た目なんですけどまあ過剰なまでにザクザクした食感サクサクじゃなくてクレームが来るぐらいのものにしようっていうコンセプトで作ったうん、うん、クレームが来るぐらいのああそうです いやこれでもみんなあの食べたことなかったらピンとこないんですけど俺 <laughs>、はい、実際に口の中切れましたか、ね、ああそうそうそう,そう <laughs> いやほんまにめちゃくちゃ硬いんですよクルトン、はい、クルトンってあのスープコーンスープの上にのってるやつですねあれがガチガチで揚げられてるんで, <laughs> んで,でしかも鋭角なんですよ先っぽが、はい、<laughs> だからガッて食ったら口の中ちょっと切れるんですよねはいでそれなんですかそれ,それクレーム込みでっていうのはどういう意味だったんですか やっぱりその賛否両論分かれるものじゃないとやっぱ印象に残らないじゃないですか、うん、なのでみんなに食べてほしいんですけどあえてその嫌いな人がいることをイメージしてクルトン外してくれるとかやっぱあるんですよまあ中身美味しいですからいいねあれねはい、うん、でそのザクザクカレーが結構うまくいって、はい、次はその次の出店ってどんな感じになっていくんですか、うん あのうちの役員であるそのホリエレモンがですね、うん、あのやってるそのホレモンチャンネルで、まあ、説明会をま始めていって、うん、まそこを一番キーにしてこう広がっていく、あの知っていただくきっかけになるチャンネルになっているのかなという風には。うーん、なるほどな。はい。でこの小麦のドレのビジネスモデル自体がま面白いんですよね。なんか冷凍生地っていうのを一つのコンセプトにしているんですよね。そうですね。うん、まなぜ冷凍生地かっていうと、まやっぱりそのパン作りの中で。 生地玉を作るまでの工程が一番その職人性が必要な部分なんですよね生地玉ってどんなやつなんですか小麦粉粉,粉からまあ水とかイースト混ぜてこねてそして発酵させてで分割してちょっと寝かしておいたりするその作業があるんですよ、うん、はいはいそれはやっぱり湿度だったり温度だったりもういろんな条件でもう日々変わっていく生物との戦いなんですねそれを習得するための技術者っていうのが 地方に行けば行くほどいないし、まあ、都内でもやっぱ減っているっていう現状があるんですよね。すか地でもパン作ってる人がいたりするぐらいだからそんななんかそれなりにはできるのかなって感じするんですけどそれがまあ1種類だったらまあやりやすいと思うんですよね例えば専門業態とか食パンのただ普通のパン屋さんだとまあそれを種種類25種類作るんですよ生地自体生地自体を。でそっから成形したりしてまあウインナー挟むなり。 まあ食パンを作るなりやっていくんですけどでその生地を作るのが難しいから、えー、と小麦の奴隷はどんな感じでやってるんですか全て冷凍生地あの仕入れてますねセントラルからうんまあ当時はあの自社ブランドももちろんなかったので、うん、まあいろんなところにまあ掛け合って仕入れるんですけれどもでそれは、えー、とそういう工場が全部作って店舗に送ってくれて店舗では冷凍生地もまあ何種類かあるんですけど その生地玉っていうその生地をまあ解凍して発酵させてまあそこから形を作るものとあとはまあ形ができていて発酵させて焼くだけのものとあとは発酵ってていう作業ががななくて焼く焼だけのものもあるんですよね、うんうんうん、なんかでもその辺って普通のパン屋さんと変わらないっていうか普通のパン屋さんの方が美味しかったりうまかったりするんじゃないんですか っていう,ふうにまあ僕も思ってってで僕もまあパン好きだからパン屋を始めたんですけれどもまあ正直みんな情報を食べてる誰々さんが作ってるとかどこどこさんの小麦を使ってるとかっていうじゃあブラインドテストして多分分かんないレベルなんですよねで僕も分かんなかったですもちろんおいしくない冷凍生地のパンっていうのはありますただ選んでいった中で良質なものがあるんだっていうことが分かったんで、うん その冷凍生地を使うのと自分のところでこねるのとってどのくらい作業量変わってくるんですかそのパンを1個作るっていうことに対しての時間で言えば半分ぐらい変わりますねその時間で言えば都内の超有名店とかだと12時から出勤して0時からってか。0時から生地作る担当みたいなのがいて朝あの8時とかぐらいには帰るみたいな。 うんそんんな時間かかるもめめちゃめちゃゃしかも食パンとかってめっちゃ時間かかるんですあれんみんななんか食パンでしょみたいな感じで思って <laughs> もうと思う,もう <laughs> 4時間かかりますからねうんそれをでも冷凍生地でもじゃあ変わんないぐらいの味と、はいはい、時間が半分ってことは何ですか朝の5時とか6時ぐらいに来たらそうですねいいよみたいな感じなですかそういうことですそういうことですえじゃあ,あの採用してる人っていうのはそんな職人さんみたいな人はいないんですか そうですおっしゃる通りでで普通のバイトさんだけで回せるみたいなことですか今実際本当そうですねそれってもう研修もいらないレベルのもんになるんですかまあ僕らはまあそうですね研修も何もなしで始めたんで <laughs> 全部込んでますからねはい,はい、はい、え今は FC としてはどうしてるんですかその研修自体は研修,研修は30日でくくらせてもらってますでそのうちの初めの2週間ほどを自由が丘のラボでこう研修を してますねそれはまあパンの実地だったり、まあ、その適正だったりあるんですけどでその後まあ後半研修っていうのを今組んでてその実際店舗でオープンしたする前の段階、まあ、準備段階の時にそこでまあ講師がサポートに行くっていう感じですね美味しいパンを作るのは当たり前と思っててそれ以上に SNS とクラウドファンディングを準備しないと試験に合格できない仕組みにしてるんですよ。え 美味しいいもの作っったらお客さん来ててくれるだろうって思う思じゃないですか、はい、でもそれ以上に選ばれ続けることの方が難しいじゃないですかなので無料で使えるツール SNS と SN あとはそのオープンする前にファンを作ろうっていうことで、まあ、僕らももちろんやったそのクラウドファンディングクラウドファンディングって店舗ごとに毎回やってるんですか78割はやってますえー、でどのくらい集まるんですか もう基準はもう30万ぐらいですね、まあ、頑張る展望さんだとまあ50万とかはありますけどそれをやることで大事だっていうことを分かってほしいんですよね発信するもん、はい、でもなんか全然 SNS でもフォロワーがいない人でネット上で拡散する能力のまあ乏しい人がいきなりクラファンやってもしんどくないんですか、はい、個人の方方も,もちろんんいらっしゃるるですけど加盟される方は 地元で何か事業をされてる方が多いんでやっぱそれなりにお付き合いあるじゃないですか、うん、なのでそのそクラファンの方は SNS マーケティングっていうよりももうどっちかというとあのドブ板営業ですよね連絡してみたいなあだからクラウドファンディングっていうサイトで あの数値化できるものを出しといてで30万なり50万なりを一口なんか1,000円か500円か分かんないですけど営業しに行ってそれ言い訳にちゃんと営業してこいよとでしかも可視化されるよってことですか、うん、そうですな、ね、なるほどなでそれが潜在的なお客さんになるってことですかなりますねオープンする前に応援したんだよっていうのをあの思ってもらう。 ようなためにクラファンやってるって感じですねなるほど。数字の補填っていうよりもうんどっちかってとそっちですねうんそれが売り上げにつながるなるほど。はいありがとうございます、えー、ゲストは株式会社小麦の代表取締役社長橋本元,元気さんでしたありがとうございましたありがとうございました 事業投資家の三田正和とスマレジ代表の山本博氏でお送りしてきました。お店ラジオそろそろ閉店のお時間です。はい。えー、<laughs> 今日も留守番電話これ途切れないです <laughs> ね。ありがたいありずっと留守ですね。本いいあ本当にね。<laughs> <laughs> じゃ影響時間外ってことね。<laughs> なるほどね。はい。<laughs> はい、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きます。それでは聞いてみましょう。もしもし。 水戸さん山本さん、ジーンズは好きですか岡山県倉敷市にありますジーンズショップ t a s a c のの昴です。t a s a c はジーンズの加工工場が直営するジーンズストリートでも数少ないレディース店になります。シルエットのかっこよさを追求し、加工工場ならではのダメージジーンズや染め T シャツなどたくさんご用意しております。お買い上げの方にトートバッグプレゼントしてます。藤島ジーンズストリートトリでマッ いやいいですねマットるけんよかったですね<ー>これ次からの人一つのヒントですね <laughs> 何の何のいやそれぞれの地域の人は最後方言で締めるっていうのがやっぱ倉敷なんやってこう今グッてきたじゃないですかはい、はい、そうですね、はい、倉敷ってちなみにあれですよね日本で初めてジーンズ作ったんですよねあそうなんですか倉、うん、敷とか福山とかあの辺が染め物業がすごくてうん、うん、でその流れで日本で初のジーンズなんですよね広瀬さん好きでしょ はいジーンズ好きですし今最後に小島ジーンズストリートに、はいうん、お店構えてらっしゃるっておっしゃってて父親が小島出身なんですよ<お>だか地元じゃないですかそうなんですよだから僕ちっちゃい時によくあの里帰りっていうかねよく馴染みのある場所でへ、はい、えー、いいじゃないですかですちょっとぜひ皆さん暮らし聞いてほしいですね応援したいお会計の際にお店ラジオを聞いたとお伝えいただきますとオリジナルハンドタオルをプレゼント うん、明日8月1日から8月の末まで、えー、数に限りがありますのでお急ぎください留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店 TA サックスワキさんからでしたありがとうございました今日の橋本さんの話どうでしたか、はいまあ、堀江さんが多分後ろにいてはるっていうのもあって, <laughs> 後,ろてる後ろというかねお仲間としていらっしゃるっていうのもあって <laughs> はい、はい、結構いろいろ考えてはるんやろうなという気はしましたけども、うん 訪問販売をやられてるっていうのが、うん、なかなか、まあ、ガッツあるなというのはちょっと思いましたね。うんうん、じっとしてるんじゃなくて、うん、いや、売りに行こうぜみたいなそういう勢いはすごい感じました。店舗ビジネスって結局店舗の収容能力が一つの売り上げのボトルネックになっちゃうから、はい、まあそうじゃなくて外に売っていくみたいなところで、ね、まあ固定費を回収しやすくなるよねそういう工夫ですよね。 店舗で売ってるものをそのまま持っていくだけでいけるからそれ確かにやらない手はないなみたいなかずっと思いましたねはい、えー、来週もそんな小麦の奴隷を展開する橋本元気さんにお話をお伺いします。 そしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問・質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りくださいまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんオーディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは 放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聴いてくださいそれではお店じまいにしましょうここまでのお相手は水戸正和と山本浩でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています